よし、行くぞー、ういーし、装備完了。ビューティフォー。よーし、行くぞー。敵を排除してドングタグを手に入れろ。さて、このマップは俺知らないマップだな。新しく、はい、あれかな、追加されたマップですかね。危ないね。位置バレてたな。見られてたかな。やらせませんよ。スナイパーなんて許しませんよ。あいや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 、危ない。なんとか逃げれたかな。あんただけ取りに行けねえな、さすがに。スナイパーが強いわ。一人やって、この近距離なら強いですよ。強いですよ、この近距離は。オッケー？敵の UAV だと。だが俺には関係ないぜ。オッケー。注射を刺して回復しーの。オッケー、いいよ。これまだ来るな。あらー、惜しい。くそー、マート上やった。カウンター出して。よし、サムタレも出そう。これでまあ、お空は大丈夫でしょう、しばらくは。おお、今、すなられたけども、無視。知らない。この武器で、スナイパーに勝つなんて無理だ。撃たれたらしゃあないってことでガンガン走っていこう。大丈夫かー？ごめん。きっちり宅は回収したぞ。リロード中だ。して。宅回収するよー。はい、いやー、すなられていくー。まあ、ただね、味方が倒してくれれば、俺が死んでも全然回収しに行くんで、ぜひとも、味方の皆さん、敵を倒してください。俺がもう死んでもいいから回収しに行くから。よし、ダブルキル。これはでかいね。こういう戦い方できるのがやっぱサウマシンガーの強いとこっすよね。機動力があるから。オッケー、強い。この武器ね、結構使い勝手が本当にいいと思います。レートもそこそこ高くて、しかもそんなに反動がでかすぎるってわけでもないんで。オッケー。わー、さすがに厳しい。ジャガーノードリーコンってやつがね、新しく設定したんで、そこまで行ってみたいんだけどな。敵はどこだ？あぶね。リロード中だ。オッケー。いやー、あの距離は厳しいね。とりあえず味方のタグだけ確保して、ポイントを進ませないようにしようか。オッケー、ダブルキル。これはでかい。おいしい。後ろから来てね。大丈夫、大丈夫そうだね。カウンター出そう。よしよし、リードちょっと広がりましたね。いいぞいいぞ、勢いづいてるタイプ。タグ回収しまーす。よし、ジャガーノートリコン来た。あいたー。役目を全うした。これどうなるんだ。ケアパッケか。オッケー、はい。結構来るの遅えな。よし、行くぞー。ういーし、装備完了。なんてことするお前、この野郎。味方になんてことする。はい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 、そんなもの聞かねえよ。いいよー。さあ、ガンガン走れ。うおー、突っ込め突っ込め突っ込め。おらー。ふ、おい、うおー、走れ走れ。はい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 、大丈夫大丈夫。いや、いいねこれ。これは楽しいぞ。リロードして走れー。一応これ相手のマップには映ってるみたいなんですけど。よいしょよいしょ。おい、効かねえよそんなもん。そんなもん効かねえよ。あいだー、効いたー。後ろから撃たれて。どんなに強力なジャガノであっても、お尻からの攻撃は防ぐことはできませんと。いい教訓になったな。あ、でもおもろいな。あー、やりきれなかった。ナイス進み方。いいね、これのためだけに頑張ってタグ集めてキル稼ぐと悪くないかもしれない。
実際今のでかなりタグ稼げたんじゃないかな。めちゃくちゃでかいね。味方の遠隔ターレットやれるか。よし、このちょっと離れた距離でもね、意外と安定して戦えるのがこの武器の強みだと思いますんで。よし、もうサム誰まで行ったぞ。で一応わあやりにか。昔からの COD やってるんですけど、いわゆるハードラインっていう、まあパークか、まあ今作だとギアっていうんですかね、がをつけてますので、結構こういうキルストリークとかスコーストリーク系を早めに呼び出せるようにしてます。これ昔からそうしてるんですけど、お、いいね。タグ回収しに行っていいですか自分。あったダメでした。まあやっぱりスコアストリークとかキルストリーク本当に強いものがいっぱいあるんでね、それをやっぱり回していくのがこのゲームは本当シンプルに強いと思いますんで、昔からそうしてますが。敵はどこだ。おお、よし、俺が回収する。あ、いた、あいた、あいた、あいた、うわ、上から撃たれてた。いた、あああ負けて終わるの。まあ俺らしいといえば俺らしいのかもしれない。いやでもいいね、結構差つけることができましたね。お、セントリーガンだ。おい、圧巻の確定27。いやジャガーノートリーコンがめちゃくちゃ面白かったな。はい、というわけで本日はストライカー9だったかなという、9ミリのサブマシンガンを使ってみましたが、いかがだったでしょうか。はい、こちらですね。いや、非常に強力な武器だと思います。安定感もあるし、で、しかもレードも結構早いので、敵を倒しやすいですよという、そんな、強い性能だと思いますので、ぜひとも皆さん使ってみてくださいね。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。